というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。さっきツイッターを見てて、うん、で、あの、まあ、タクトのアカウントじゃないですか、はいはい、で見てたらなんか、うん、まあ、スタッフさん見たか分かんないですけど、うん、デスピサロいるじゃないですか、うん、のデスピサロの技になんかあの、うん、僕名前覚えてないんですけど、なんかこうやって引っ張るやつ、あ、ありますありますあります。あれの天魔崩壊ともう一個のやつね。そう、なんだっけ、うん、まあ、なんか忘れたんですけど、そっち普段使わないような技じゃないですか。引っ張るやつですよ。そうです。だからもう最初にあれ闘技でめっちゃは良かった。あ、そうなの。そうだよ、もう全然引っ張って叩くでしょ。まあ寄せて寄せて寄せてはあるかもしれないけど、だからもうあれですよ、ジャミラスとかキラマスルの先駆けですから、ね、まあね、まあまあ言えばそうですけど、そうそうそう、言うたって今正直あのキャラ使ってる人ってそんないないですよと思うんですけど、使ってた方がいて、うん、そして、うん、その技のエフェクトが変わってたんですよ、うんうんうん、なんかスイカがキュッて集まって、うん、パーン割れてて、ほうほう、なんじゃこりゃっつって、スイカ割りですか。そう、なんかスイカ割りが行われてて、うん、なんこれはだってスイカが出てるってことは別にバグではないよね。そうも、だってそういうエフェクトが、タクトの中にあるということなんで、もう次に向けて作ってる何かが入り込んじゃったってこと。そう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 、一応なんか、まあ、あの正確な情報ではないんですけど、うん、他の人の意見を見る感じ、はいはい、もう夏だから、うん、次の多分イベントキャラか何かがそういうスイカ割りの技を持っていて、うんうん、それが誤ってデスピサロにやられた、うん、私緑つながりで、そう、間違えたのか、かもしくはデスピの才能開花の技が先に出ちゃったんじゃないですか。もうこれデスピが次才能開花来るぞっていうのがフラグが立ってる可能性もあるんじゃない。まあでもこっそり直されてましたから、なんでデスピをスイカの技にするのかっていうね、うん、めちゃくちゃ崩壊しちゃうけどね、このイメージがね。剣魔崩壊じゃなくてイメージ崩壊しちゃって、まあでもそれはあるから、なんかなんか次のキャラとかってそろそろ予想できるんじゃねえか。あのね、ドラクエウォークで、はい、でっかいスイカのなんつうの、あのほら爆弾岩のスイカ版がいたんですよ、うん、おお、で高難度とかにも出てきて、はい、何ターン目までに倒さない、倒しきらないとマダンって打ってくるやつがいたんですね。あ、次元式の、そう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 。いいじゃん、割れたら。それカウントダウンされるんですよ、5、6、6、5、はい、みたいな、はいはいはい、あれね、めっちゃ初見で腹立ちましたよ。あ、腹立つ。だって知らねえもん、マダンって打ってくるあ、なんかカウントダウンしてるなと思った。一生懸命時間かけてやって、うん、マダンってで終わるんですよ。最悪だな、これは。やめてほしかった、ウォークではね。初見殺しは良くない、うん、そう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 、まあ、ウォークの話がしたかったわけないですけど、まあ、もしかしてそのスイカが出てるかもしれないかなとか、種、種なんとかとか、そんな名前じゃなかった。種、うん、種飛ばしてくるんですよ。あ、そう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 、爆弾岩か、うん、あのスイカの絵のやつがね。もうスイカじゃん。そう、種爆弾ってそんなの打ってくるわけですよ。あ、そう、うん、まあだからでもこのエフェクトが追加されたってことは、そういうキャラが来るのかなみたいな、うん、で今はどうなんですか、その後はずっとそうなってるの。いや、もうあの治りました。あ、じゃあやっぱり何か次に開発してるものの、そう、多分データが入り込んじゃったっていう、普通にミスだと思うんですよね、はい、だけでしょうね。まあおそらくそうなんですけど、うん、まあでもガチャって、まあ、今もボンボン来てるじゃないですか、うん、今だって今一番私は賢者か、うん、とかってありますけど、でもこれね、賢者を出しちゃうと、はい、何でもありになっちゃうんですよ。まああれ役職です、ね、しかも賢者女って書いてあるでしょ。男が、だから男がまずいますよね。これはいるってことですよ。まあまあ出そうと思えば出せる。今後こう来ると、うん、全職業がありますからね。まあそうですよね、転職できる、ね、でロトの勇者が出たんでしょ、はい、うん、だから今度女版勇者が出てくるかもしれないし、女、まあ女版、そうか、ワンと女版いるんですか、ね、いや知らないですけど。そうですか、はい、はい、まあ、あとだから例えば舞踏家とかね、あ、もうこういう単体の職業で男女で出してくる可能性もある。全然ありますよ。いや、こうなるともう何でもありなんだよね。まあね、でも大体僕のイメージの舞踏家って、はい、バーチャファイターのラウナ、ラウナ、ドラクエ3のパッケージに載ってる舞踏家がちょっとそれに近い顔してるなっていう、なんとなくね。バーチャとドラクエ関係なくない？全然関係ないね、うん、まあ、まさにあれも舞踏家だからね。いや、まあ舞踏家だけど、うん、ラウナ、アキラとかじゃなくて、ラウナ、なんでラウナっていうところですけど、うん、なんかでもその言っていくと、うん、なんか1とか2とか今ドラクエ出てるじゃないですか、うんうんうん、この辺のキャラもどんどん出てくるんですかね。まあなんだろうな、まだ出てないものっていうと、うん、前半の、ナンバリングにはあんまりもうねないんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと見てみましょうか。ああ、はあ、だから僕はもう本当に浮かぶのは究極エビルプリーストだけですね、はい、それあのよく聞くけど、いまだに僕は、まあ、簡単に言うとカラフルデスピサロ。カラフルデスピサロ、汚ねえな、毒ありそうだね。白っぽくてね、色白い、ちょっとフリーザっぽい感じのデスピサロ。ああ、じゃあ一応そうか、最終形態みたいな、うん、そうそうそう、え、デスピサロより、でも究極エビルプリーストは出てるでしょ。あ、究極エビルプリスト、エビルプリストは出てる。エビルプリストあります。あれはもう一回進化するんですよね。おー、うん、まあ、全くフォルムはデスピサロですよ、うん、え、うん、同じ、まあそこまで覚えてないか。あ、だってウォークではもうメガモンで出てますからね。あ、じゃあ一応ボス級のキャラ。あ、そう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 、あ、強いんだ。まあなんてね、あと言ってる間に一応調べたんですけど、うんうん、これだから どうなんでしょう。まあ1はもう勇者しかいない、うん、
はいはいはい、ですか？僕もちょっと詳しくない。ワンじゃないよね。まあツーで、トンヌラと、プリンがいるでしょ、はい。これがブーンブルグとサマルトリアの王子でしょ。そう王子って書いてる。ローレシアの王子、ね。そうローレシアの王子って、まあ。これがまあ主人公みたいなもんですね。ああなるほどね。これじゃもアリチャリだよね。ロトの、まあ、ロトの勇者出したならローレシアの王子が出してきそうだね。ありえますけど。ツーの復刻ではそうなるかもしれない。はいはい。でまあ、あ、ごめん、大丈夫ですか。あと2で言うと、うん、怖いキャラでバズズベリアルってまだ出てないんじゃないですか。バズズベリアルは出てない、うん、バズズはあのあれですよ、シルバーデビルのフォルムで、うんうん、ベリアルはアークデモンのフォルムよ。あ、じゃあ悪魔だから。そうかそうか、そうそう、はいはい、なんかもうちょっと四天王みたいな感じで、あの強い、もう本当に強そうですけど、そんな門番みたいなのがいたんですよ。はいはい。こんなのが出てない。あと1でキースドラゴンが出てないね。なんいやだからダースドラゴンがそもそも S キャラっていう感じじゃなかったんだけど、はいはい、あれと対応なす、対応なすっつうのかな、うん、うん、キースドラゴンって言うんですよ。どんなドラゴン？だから竜王の城で出てくるドラゴンですね。ああ、ラスボス面で、ね、うん、強いんですか。まあ同じようなもんじゃないですか、ダースドラゴン。まあ、そもそもダースを S にしてのがおかしいなって僕は最初から思ったんだけどそれは謎ですけど、精霊ルビスとか、これはまあでもルビスはラーミアが出たんならありじゃないかと。なんなんですか、精霊ラーミアって。そもそも鳥ですからね、うん、いやまあどういうことですか。で僕のイメージではラーミアってラーミアをゲットして空を飛べるようになるってこれぐらいですよ確か。あれに乗るんですか。船の次が鳥みたいなもん。あ、そういうこと。いや僕のイメージではそんな感じでしたよ確かね。え、あれ敵とかじゃないんですか。いや敵とかじゃないと戦わすらない。いやじゃないですよ、乗ってただ空中移動してただけじゃなかったかなラーミアって。飛行機代わりの。いやそうそうそう、そうなの。確かそんなイメージだったか。あんな鶴みたいな感じになってくるとは思わなかったか。あ、そうなんですか。え、全然違うじゃないですか。確か、確かですよ、これ僕の記憶ですよ。まあね、もしかしたら違うか。小学、中学時代ですからね。まあでもそれを思い出していきましょう、うん、え、でもそれだと3ですね、ラーミアが、うん、おそらく。で、現状その、まあそうか、だからここがそうですね。船ができたのが2だからね、確かそもそもね、マップが広くなって、うん、ワンはもう徒歩ですからね、全部まあずっと歩いて行ってたよ。カニ歩きですよ、何え、あのもう顔面ずっと前のまま。そうそうそう。あ、そうなの。そのレベルはしなかった。まあ3までは多分今さっき言った職業ね、うん、賢者があるんで他にも、うん、あるあるあるっていうことなんですけど、4からもう、まあ、4っつったらもう踊り子がいるでしょ。あの2人ですね。そう、はい、ミネアラ好きな歌が一番、音楽が一番好きですけどね、ジプシーダンスね。よくあれですよね、踊ってる歌。そうそうそうそれしか出てこない、まあ、マーニャとミネアですよ、まあ、これがいますね。あれどっちがどっちでしたっけ。踊る方がマーニャ。ミネアとマーニャって言い方するんですよね。ミネアとマーニャ。ミネアがお姉さんでマーニャが妹。マーニャの方がこの弾いてる方。え、どっちが俺、ちょっと分かんなかった。はい、分かりました。あ、でも、ポーはあとトルネコがいますよね。あ、トルネコね。はいはいはい、商人を戦わせるってどういうことなのかっていうね。まあでもね、そのなんか、鳥がなるんならいいんじゃないね。あと、ブライっているんですか。ブライはじいさんね。おじいさん。魔法使いだよね、だからあれはね。あれクリフトンのとこだもんね。分かんないです。そう、クリフトンのとこですよ。え、側近のじいみたいな。そうそうそう。あ、そうなんだ。この人も、その誰だっけ、アリーナのお月みたいな。あ、そうですね。あ、マジで全然出てきておかしくないですよね、うん、5ぐらいからもう知らないキャラいっぱい出てきます、うん、まずヘンリーって知らない、まあ、名前だけは覚えてるかなと。あとサンチョとピピ、うんうんうん、まあ、別にぐらいか、うん、5そんなになさそうだ、うん、あと6かもそこに、ミレイユ女の子ね。あ、女の子なの。女なんかちょっとまあ賢者に似てますよこの。あ、そうなの。今回出た賢者にちょっと似てる。魔法使いですか。いや、よくわかんない見た目だけが。あ、そうですか。ミレイユとあとチャモロ、あ、アモス、うん、ドランゴ。そこら辺でなんかどっかの王子みたいな、そんな感じじゃなかったっけ。うん、わかんない、うん、6ってだって、わかんねえな。もうそもそもハッサンが何したいところわかんないですから、うん、でもやってんすよね。やってますよ今のところ。ヤンガスのところまでね。あ、じゃああと2個できるわ。7だと、まあ、キーファマリウェイ出てるんで、メルビン。メルビン、はい、なんか戦士みたいなやつじゃなかったっけ。お父さんパパスみたいなやつだ。あ、老けてたやつ多分。あ、誰なんかの主人公のお父さんがメルビンじゃなかったっけな。あ、そうなんですか。うん、確か。え、じゃあジジイキャラ。お父さん死んだ。お父さんみたいな。パパスも死んでんだ。パパスだから本当にパパスと似たキャラ。うん、あ、じゃあ前半かどっかに殺されちゃう。じゃなかったかなって、うんうんうん、メルビンね、英雄みたいな感じ確か。あ、じゃあもともと強かったよみたいな。あ、そう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 。もちろんあのアイラってのもいますね。全然わかんない。はい、まあ、あと8に関しては、うん、もう正直全部仲間キャラ出てるんですけど、はいはいはい、でもあのゲルダって分かりますね。名前だけ覚えてる。あ、え、そうなんだ、うん、ゲルダ8はだってヤンガスのとこでしょ。そうですそうです、うんうん、でもゲルダってな、ゲルダはあれだ、ヤンガスと因縁があって。ああ、覚えてますね。そう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 、あれがあのリメイクだと仲間になる。あ、なるほどね、はい、あ、これはあるかもしんない。そうだからこいつありそう、うんうんうん、ただデボラと被る。そう、デボラとかグレイチェル系のキャラ、ね、そうそうそう、かね、なんかちょっとあのセクシー系、妖艶なお姉さんでしょ。そうそうそう、感じの、うん、あともう一人エイトだとなんか琴弾いてる精神世界の人みたいにいたんですけど、うん、これもリメイクだと仲間になるんですが、うん、名前が思い出せない、うん、だからまだまだ結局ね、要するに言いたいのはガチャがまだまだあるってことだよね。まあ今出したもんだけでも出せるってことですから、うん、いやだからね、本当にこれドラゴンクエストウォークと一緒になって見ちゃうんだけど、はい、うん、
ドラクエウォークの場合は武器じゃないですか、うん、あのガチャというか、ね、そう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 、はい、でたまにオリジナルを混ぜてくるとかね、はい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 、うん、だけど、まあ、タクトの場合はキャラクターで、うん、絶対に新作を使わない限りは、うん、そこがつくわけでしょ、まあいつかはね、うんうん、でもまあ色地出されたら終わりだよね、まあ、似たようなもん出てますけどとかコスチューム違いサンタね、はい、うん、まあ色地っつうのかなそれも、まあコンパチっていうやつ、もうサンタアリーナでやってきて、はい、ね、でもまあこれからやってないじゃん、うん、そうですね、今のところはね、あの時僕はちょっと恐怖したんですよ、あ、これ来るな、はいはいはい、もうやべえ、どんどんデボラとか水着にしていくのかなとか、いやいや、もうよくあるやつね、うん、はいはいはい、と思ったんだけど、はい、まあ来てないですよね、今のところは、あとはなんだあれ、リーズレットが、うん、A のリーズレットが出てきたぐらいで、そうですね、リーズレット、もともとがだからサンタの方出てきたから、うん、ちなみにあれですよ、今ウォークでは、はい、グレイチェルが通常のグレイチェルって出ますから、うん、あ、ハロウィングレイチェルではないですからね、ノーマルグレイチェルね、そう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 、まあこういう違いはあるんだけども、はいはい、まあコスチュームとかやられるともうどうしようもないと、うん、ただ僕やっぱね、もうトータルして思うのは、うん、もうガチャって結局1個前のキャラをどんどんぶっ刺してくるでしょ、まあ確かにどんどんそれに強いそれに強い、ね、だからこの間ギルド大会が中心だった時、はいはい、勇者を使う前にもうすでに勇者を倒せる神獣を出すなと、はい、これだいぶブーイングきました、まあね、もったいなかったですよ、ね、なんなら金返せぐらいの税が、まあまあまあ税ですよこれは、まあまあ税かもしれないですね、騒ぎましたよ、はい、金返せ税が、そうそうそう、まあでもまあやっぱね、あの勇者のポテンシャルを思うとそんなにね使えないってほどでも、うん、全然ポジションもあると思いますよ、うん、まあないんだけど、はい、まあ常にそうやってくるのが僕はどうかと思ってね、あ、常に常に、ね、バカにしてんですよこれ考えると、まあこれやっても金出すだろうっていうことではね、必死こいて、はい、お金をかけて、うん、貫突でも何でもいいですよ、はい、ゲットしたキャラが、はい、次にもう弱点ついてくるわけですよまあね、ね、めちゃめちゃ金かけたのに、またじゃあこれを取んなきゃ、またこれ取んなきゃの繰り返しですよ、これどうするんですか、どうするんですかって、まあでもそれで結局ね売り上げを出せてるわけですから、そうだから結局ソシャゲっていうのは、まあ、人気がなくなるまではずっとその手法で押し切るわけでしょ、まあそうなんじゃないですか、ね、出したもん勝ちですよね、もうどんどん何でもだってもうなんつうのかな、まひっちゃってんじゃんこっちはでガチャは引くってもうそうなってるでしょ、そうですね、ってことは、まあねはい、もうオリジナル出されようが何を出されようが引くしかないわけでしょ、はい、どんだけ弱くてもまあ引くでしょ、そうで弱いかどうかって本当に分かんないから、ね、まあね、いや持って使ってみなきゃね、58のキャラを半分ぐらい疑って抱えばいいと、うん、はいはいはい、ね、まあ、よっぽどのことがない限り、まあ、魔王と勇者系は大丈夫だなって、まあ、一部を除いてだけどね、うんうん、がでだから変身前変身後がいる場合はこれ要注意です、変身前は怖えとこれは要注意はい、はい、だけど男デミーラみたいにどっちもダメになっちゃうパターンまあね、うん、あれは開花するんだろうけどもいつかね、はい、だから本当にね開花っつうのは本当前も言ったけど後付けなんですよ、はい、まあもうねそれが保険みたいになってるだけですから、そうで開花されてるキャラというのは大体その前後とか結構バタバタっとガチャが来た時の一角のことが多いですね、確かにね、それだけってことないわ、ビジネス的に出したはいいけどもっていうパターン、はいはいはい、はい、うん、こんなのが多いんで、うんうん、だから今後本当に、うん、どういう風に魅力のあるキャラを出してくるかじゃないかなと思うんだけど、うん、まあまあまだまだね 2週目とかが来て、うんうん、まあ今2週目来たんだよねこの辺ね、まあ、新ドラクエ3ですから、まあ、そうそうそう、新何々が来るんですか、まあ、まあみんなそうやってもう一周してくるわけだから、これ今更なんか新ウルトラマンとかにかけてるんですか、あれはカタカナの新だからね、あ、いや違う、今回はね漢字の新でしょ、そうか誠の方か、そうそうそう、だからまあ若干は違うけど今流行りでは流行るまあ新、ね、本当にもう、ね、明らかにこれ B 級レベルだろうって映画でも何でも新つけりゃいいと思ってる映画あるんですよ新しいの方ね、そうそうそう、はい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 、いや新っていうかカタカナでね、うん、ああシンゴジラから始まって何でもシンつけときゃ釣られるんだろうみたいなのあるんで、まあまあね、まあ、ちょっとそういうのもね、はい、うん、あるんじゃないか、だからもう本当に最終何が言いたいかというと、このガチャのやり方が汚ねえってことですまあ究極ね、はい、そうだからもう本当にもう少し今後はある程度間を空けて、一番理想はある程度使わしてからなんですよ、うん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 、メタルですよね、使う前に次に来るっていうのは、はいはいはい、もう正直本当にバカにしてると、まあね、せっかく金使ったものに対して全く、うん、これはねダメなんですよね、できない状態で、うん、あ、またガチャか、でもまあいいやってこのぐらいになんなきゃいけない、うん、バカにしてんのかっていうね、だから本当は次のキャラでぶっ刺しちゃいけないの、まあ、当たり前なんですよね、違うジャンルを出さなきゃ、はい、攻撃タイプを出したならヒーラーを出すとか、うん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 、なんかちょっとそういう風に今後はやっていかないと、これね本当我慢ももう2年までですよ
ですもうじゃあ今ちょうど来てるわけ。そっか、ここまで我慢も2年まで。だからこれ3年目って、今度もう3年目突入するわけだから、今突入してますから。はい、これはね本当に大きく変えていかないと、もう結局なんだろう、今こうやって PVP に食らいついてるってことは、まあ、はい、まあ、これサブゲームに食らいついてるわけですよ。まあそういうことですね本当はね、はい、もうだからこれじゃあちょっと長続きしないな。あとはもう本当に今ギルドというものができてるからこそ我慢できてるところあるでしょ。まあこれがなければね、なんかこれね、みんな勘違いしてんだと思うんだけど、まあタクトというこのソシャゲがあります、はいはい、まあその中にギルド大会がある。ギルド大会に出るにはまあギルドというチームを組む、うん、そしてツイッターのグルチャやなんかでわちゃわちゃする、はい、でこれが楽しい。これツイッター関係ないですよ本当完全にあの外部のアプリケーションでね、ただの仲良し交渉してるだけで、タクト何も関係ないんだけど、そこまで入れ込んで楽しいが発動してるね今。うん、それも全部タクトに含まれちゃう。これは怖いよ。なるほどね、わかる、はいはい、まあ、これはダメなんです。自分たちで騙されちゃってるのタクトの楽しさとは別のところだ。だからちょっとこれはね3年目というのに突入するにあたって、はいはいはい、みんな一回考えていかないとダメなんです。はいはい、いやこれあの皆さんに警鐘を鳴らすための動画だったんですよ。これ運営の手のひらで踊ってるのに僕は気づいたわけです。2年でね、そうそうそう、ねえねえ何々さん昨日どうしたのって言ってるだけでもう手のひらなんですよ何グルチャで楽しんじゃって最終それが言いたかっただけ。あ、なるほどね。これガチャがすげえぞと、ちょっとガチャね、何でもガチャで、はい、うん、商売してる。でもちょっと全員がみんな全体的に麻痺しちゃってんじゃないかなと。全部でタクトの楽しいになっちゃってるんですよ、はい、これゲームだけで考えてるんですが一人もいない。タクトのねあのアプリ中だけで楽しんでる人が本当にいる。これツイッターなくしてごらん。確かにね、すげえつまんねえから今ギルメンみんなけなくしてごらん。どうします、やめるでしょこれ。確かにやんねえかもでしょ。あ、これは怖い。なるほどね、今気づいちゃってしゃべる。あ、この最中。そう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 、いやー、これ大事でしたね。そう、だからこれ今良かったですよ、はい、きっかけはどうであれ、はい、これからどんなガチャが来てまたお金を詐取されんのかなっていうところから本当だ、うん、最終ここにたどり着いたってことは、はい、これ良かった。いや、真理にたどり着いた。これみんな一回冷静になった方がいいと。一回こういう、ね、そう思考の解き方して、タクトは本来面白くないんですまあまあそれはね人によるとは思うんです。そうそうそう、まあ、そういうことですよ、はい、まあ、そんな結果ができたということで、はい、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。